バーガーキングを食べます。最近めっちゃ太っちゃったんですけど、なんかめっちゃ鬱で、ね、食べなきゃやっていけないんですよ。1ヶ月も経ってね、もう本当に2週間ぐらいで4キロ取って食べちゃうんですよね。あとカメラを買いました。マイスリーでパキってて記憶ないうちに買っちゃってましたね。15万しました。結構いいやつ買ってる。アイスティーです。私ハンバーガーチェーンの中でバーガーキングが一番好き。いや、何も着てないように見える。シーンの服を着てます。シーンのダルギを、まあ、食べないとやっていけないから食べます。なんかさ、その2週間前ぐらいになんかすごい、メンヘラな人に接したんですよ。はぁ、気持ち持ってかれて、次の日めっちゃ鬱っぽかったの。うわ、やっべ、めっちゃ鬱だわ、と思って。それを、私は酒飲みすぎて疲れてんだと思って、ニンニク注射打ちに行ったんですよ。なんて風邪かなみたいな感じで風邪薬も飲んでて。まあ、ニンニク注射打っても治んないの、次の日だっても。おかしいな、みたいな思って。喉の調子も悪いし、お腹の調子も悪くて、鬱だ、と思いました。時たまなるんですよね。しょうがないんだけどさ。クアトロワッパーチーズ、一番好き。ものすごい食うことしかできなくて。だって、12月とかの時に、私身長153センチなんですけど、39キロとかだったの。今普通に45キロとかある。12月から比べて6キロ増えたわ。もうダメだ。安全ダイエットの動画出してたのに。ま、なんか普段買わないナゲットとか食べてる。そもそもが私さ、明太子をさ、最近明太子にめっちゃハマってて、明太子を1キロ買ったの、アマゾンで。で、それをめっちゃ食ってて、さっきマジで10本ぐらい食べたんですよ。うん、マジでなんか、食べたい欲が収まらなくて。で、朝マックはしようと思ったら、朝マック10分前に終わってて、10時20分までとかだったんだけど、10時30分で終わってたから、まあ、バーガーキングが一番好きなんで、バーガーキングにしました。なんか、朝だったら朝マック頼みたいんや。朝しか頼めないから。なんか、辛いらしい、この、激辛なんたらかんたらみたいな、ナゲットを頼みました。別になんか辛いことがあったわけじゃないんだよね。別に仕事に行きたくないわけじゃないんだよね。ただ、体がだるいから仕事しづらいな、みたいな。まあ、確かに辛い。明日から韓国行けんのかな。最近ほんと何もできないんだよね。昨日とかもほんとダメで、なんか手先に力が入んないみたいな。昨日お客さんと同伴で寿司行って、で出勤してシャンパンあげてくれたんですけど、お客さん何2時間爆睡こいちゃって、お客さん麻雀の試合見てて、で最後にハイタッチして勝ちましたって言って帰っていきました。ご帰宅なさった。で、どうしたらこの鬱から解放されるかなと思って、サプリとかめっちゃ調べてて、そしたらセロトニンが売ってたわけ。幸せホルモンみたいなやつなんですけど、え、幸せホルモンって買えるんやと思って、買いましたよね。まだ届いてないけど。天国ってこんな近くにあったんだって感じだよね。マイスリーで強制終了して、幸せホルモンで強制的に幸せにさせる人生。うん、毎日明太子食いすぎてむくみまくりです。肌の血はもう終わっちゃうけど、それは治った。なんかね、3週間生理だったんだよね。マジで太りすぎてやばい。やばいのは分かってるけど、自分の心の方が大事。今朝の11時ぐらいだけど、もちろん睡もしてません。不眠症全開。デパスとか飲んじゃうとな、やっぱ依存性高いからさ。うん。カメラどうですか。マジビビったよ。なんか。ソニーからメール来て、うわ、私パキってる間にカメラ買ってるわとか思って、
で、わかめが届くかなと思って家帰ったらマジクソでかい箱届いてて、何と思ったらバカでかいライト届きに行ってました。ライトも買ってんのかよと思って。4月は散々なことがめっちゃ起こって、友達に大旅行をドタキャンされたりとか、15万飛びました。それででカメラも買っちゃってるから15万でしょ。変なことに30万も使ってんだよな。マジ食べれちゃうからやばい。明太子マジさっきめっちゃ食ったんだよ。人よりも結構食う方なんだよね。食べている、食べるのに夢中で、サムネ撮影するの忘れてた。もうむくみすぎて顔じゃない。髪を暗くしてパッツンにしました。うつすぎて やばいって言いつつも仕事一日休んでない。めっちゃ死んだれこぼしてたんだけど、走ってよかったわ。まだバーガーキングって真面目。私韓国でもバーガーキング食った。でも日本のバーガーキングの方が好みでした。マジ鬱になると歯食べちゃうんだよ。眠れなくなっちゃって食べちゃって、食べないと眠れないから食べちゃうんだけど、どうせ眠れないの。今また食べちゃう。ほんぐり美味しい。マジで今1日6食とか食べてるかも。だって今日仕事前に寿司コース食べて、仕事終わりに焼き鳥食べて、で明太子10本食べて、今バーガーキング食べる。これ今何か食べてる気がするんだよな。明太子を白滝で焼いて食ったりとかしたけど、何か食った気がするんだよな。焼き鳥屋で卵かけご飯食ってるわ。たまにはこういう時もないとね。胃袋のキャパが違う。このカメラすごい。でも肌荒れがね、ポチってまだ残ってるんだけど、普段こんなに肌荒れないんだよね。最近心に余裕がないもん。本当に優しくできない。でもなんか、フォロワーさんが教えてくれたんだけど、4月は自律神経が乱れやすいらしい。あと、うちにはマリオが効くらしい。マリオのゲーム。うん、でもみんな私が食べてるとこみんな好きなんだよ。私の周りの人たちは美味しそうに食うからさ。この間バーでさ、めっちゃ酔っ払っててさ、私ローキックめっちゃうまいんだよとか言ってさ、ローキック一緒にしまくりすぎてお前もうできんだよとか言って、いや本当にできんだったわけじゃないけど、もうリクはできんとか言って、暴力沙汰でできんになりそうでした。ローキックはちなみにガチでうまい。みんな体験しに来てください。なんか女の子とお客さんが店に来てくれるんだけど、その子が昔少林寺拳法やってて、私の担当指さして、ね、あの人いけそうみたいな感じで言ったら、あの人格闘技やってそうだからちょっとやだみたいな。で違うボーイさんに指さして、でもこれいける目利きしてマジおもろかった。こんなに太るんだったらもう脂肪注入、もっと脂肪取れるやん。前回取れなかったからさ、あんまり痩せてて、むしろ脂肪注入しに行くんですけど私。一回を広げちゃうとさ、もう痩せるのまずいんだよね。今月11日間同伴だったし、そりゃ太るよね。マジでハンバーガーには
美味しいだと思ってる。もう私がダメダメだから。